電源の入らないスーパーファミコンを直す。アンマンはフキフキ。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、体を拭いてます。この中がね、大好きなんです。今ね、ちょうどね、全部ね、シャンプーしたの。でね、今体を拭いてる最中でございます。自分でね、ちゃんと拭けるんですよ。体をね、タオルにね、こすりつけて。かわいいしょ。こっから出すとね、濡れてるとね、もう一回入るって言うんですよ。だからね、いじめてるわけじゃないですよ。でも、そろそろ出せって言ってるね。それでは本編スタートです。どうも、プニーです。今日はね、こいつなんですけど、これね、電源入んなくなった。電源入んないんですよ。で、これをね、直していきます。とりあえずね、症状見て、まあ、参考にして、電源入らないスーパーファミコン。ね。AC アダプターを挿してみますね。いやさ、しばらく入れてなかったら、電源入んなくなってた。全然 LED がね、つかないんですよ。ダメだね。まあ、原因はね、テスターがあればね、ある程度わかるんですよ。皆さんもね、一家に一台、テスターをね、ご購入ください。どこまでね、電気が来てるか確認しますね。よいしょ。電源入れまーす。で、まず AC アダプターからね、電気が来ているのか。そこをね、確認します。ここですね、一番最初の入り口。来てますね。14V 来てます。すっごい古いテスターじゃなければね、プラスマイナス逆でもね、ちゃんとマイナス表示としてね、表示するんで、大丈夫ですよ。でね、この辺電圧来てないんですよね。この辺も。この後ろ、すぐ後ろ来てないんですよ。ってことはさ、もう入り口で壊れてるんですよ。さあ、皆さん電源の入り口には何があると思います？これね、抵抗値測るモードです。OL って出てるのはね、導通してない。つまり電気が流れてないってことですね。これ、オーバーレンジの略ですね。っていうことはね、ここが壊れてると。で、今からすることは真似しないでくださいね。余計に壊れる可能性があるし、火を吹く可能性があるんでね、真似しないでください。バイパスしてね、電気を流します。まあ、つまり、この部品がね、壊れていれば、ここ、LED がつくはずです、これでね。お、ついた。やっぱりこれですね。じゃあ、これって何なのっていう話をしていきますか。ね、壊れてるのはこの部品なんですけど、これって何って話なんですけど、これってヒューズなんですよね。1.5 アンペアって書いてある。つまり、1.5 アンペア以上流れた時に、まあ、他を壊さないためにね、電気をね、遮断するんですよね。ブレーカーみたいな感じ。じゃあ、コンデンサーもね、チェックしていきますね、一応ね。一応ね、このテスターね、使い方合ってるか知らないんですけど、
コンデンサーのね、チェックができるモードがあるんですよ。だからね、最近使ってるんですけど、使い方合ってます？ちょっと待ってね。ここでね、しばらくすると、ほら。これでね、静電容量出てくるんで、これ出てくればね、生きてると思った方がいいですね。あと、このコンデンサのつなぎ方で、ここに出てくる容量がね、変わる場合もあるんで、実際についてる容量と違うのはね、あまり気にしなくてもいいかもしれないですね。実際壊れてて容量がね、正規の値が出てないっていうのもあるかもしれないんで、一概には言えないけどさ。これも大丈夫ですね。というわけで、このヒューズをね、交換したいんですけど、壊れているね、部品から取ってきます。前期型のね、スーパーファミコンのね、ヒューズと同じでした。だからこれ使っていきますね。これはね、電源入るんで。だけど、映像がね、グラフィックチップが壊れてるみたいで、映像が乱れるんだよね。だから部品取りにします。こうやってね。で、あとね、ちょっとこの辺のコンデンサーもね、さっき調べたらね、ちょっとおかしそうなんで、一応3個交換します。一応ここはね、交換の仕方やね、なんて言うんですか。容量の見方はね、前に動画にしてるんでね、今回はちゃちゃっと済ませますけど、一応ね、ぶっこ抜く方がね、熱を加えて取るより、綺麗に取れると思います。あとはね、残ったハンダをね、綺麗に掃除して、新しいハンダにしますよ。もういつもの光景じゃないかっていう話かもしれないけどね。でも、ね、これ予備ハンダしてます。この予備ハンダっていうのは、部品をつける前にね、こうやってハンダ乗っけとくと、部品をね、つけるとき楽なんですよね。で、これね、足曲げてね、ちょっと足広げて、足をね、こうやって切るんですよ。よいしょ。こんな感じで。それでつけていくっていう感じですね。絶対点ではね、つけない方がいいです。折り曲げないで、ピッてつける方もいらっしゃるんですけど、そうするとね、抜けちゃったりするんで、こうやって折った方が、私はいいと思ってますけどね。取れなきゃいいんですよ。なんでも。というわけで、こういう感じでつけました。3つね、交換しました。で、こちらね、交換したコンデンサーですね。壊れてないかもしれないけど、予備交換としてね、古い機械だし。さあ、電源入れてみます。これで電源が入ればね、プニさんの大勝利です。治るかな？さあ、ドキドキしますね。火花が散らなきゃいいですけどね。ちょっと怖いですよね。それでは、電源1。治った。治りましたね。ヒューズですね。どっかショートさせたかな。というわけで、次回はこれを使ってね、電気工作していきます。今日もね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、しばらくね、電源入れてない。基板がね、電源入らなくて、
ちょっと焦りましたけど。またこれ使ってね、やっていきます。